違いなく礼拝堂の鍵だと確認できたわけじゃない。つまりこういうことさ。マリアに渡した封筒の中身は偽物だったんだ。何を言い出すかと思えばバカバカしい。ローザは今朝確かにマリアの手提げの中から封筒を取り出し、そこから正真正銘の礼拝堂の鍵を手に入れたぞ。偽物などということはない。そんなことは分かってるさ。続けるぜ。ならマリアが封筒を受け取った時、その中身は間違いなく同じ礼拝堂の鍵だったのか。ほう。つまりこういうことさ。お前は昨日の昼、マリアに鍵入りの封筒を渡した。決して開くなと言い含めて、マリアは中に鍵があることを悟ったろう。そして後に、ローザおばさんがその中身で礼拝堂の扉を開けたため、それは礼拝堂の鍵だったということになった。疑わしいのはここさ。こう言いたいわけか。わらわがマリアに鍵を預けた時点では、その鍵は偽物だったと。そして、ローザが鍵を手にするまでの間に、本物とすり替えたと。ああ、そうだ。どうした?ベアトリーチェ様よ。さっきから調子が悪そうだぜ。親しい者はベアトと呼ぶこともある。ベアトでよい。ベアトの手番だぜ。ターンオブザゴールデンウィッチ。かわしてみせろ。よかろう。わらわがマリアに預けた封筒の中身は確かに礼拝堂の鍵だった。追うぜ。赤で復唱できるか。その封筒はローザおばさんが開封するまで完全にマリアの監視下に置かれていた。無理なら拒否を宣言してもらうぜ。チェックだ。拒否する。これで一手差はひっくり返ったぜ。今度はお前がキングを逃がす番だな、ベアト。拒否に理由はある。それはそなたの言う監視下という単語の定義についてだ。純粋な意味に従うならば、それは四六時中マリアによって見張られてなければならない。だがマリアはそこまではしていない。手提げから出していた時は完全に監視下にあっただろうが、手提げに入れた後は視界から消える。その意味において監視下という単語が適当でないため、赤が使えなかっただけだ。苦しい手なんだろう。俺の次の手も読めてるって顔だぜ。悪いな。俺は女に優しいんだ。女を傷つけない。女の期待を裏切らない。赤で復唱してもらうぜ。言えるもんなら言ってみやがれ。マリアの手提げはローザおばさんが封筒を取り出すまで誰も触れることができなかった。これも拒否する。理由は説明しない。違うぜ。説明しないんじゃない。できないんだ。その手でチェックメイトなんだろ。お前にできないなら俺が説明してやる。お前がマリアに渡した封筒には確かに礼拝堂の鍵が入っていた。そしてマリアはこれを手提げにしまい、翌朝にローザおばさんがここから取り出して鍵を開けた。しかしマリアは手提げを完全な監視下に置けなかった。魔法なんか必要ない。人間に可能な密室トリックだ。人間である犯人マリアに鍵を渡し、翌朝ローザおばさんに使わせることで、その間が密室であったかのような幻想を作り上げたんだ。お前はその間マリアの手提げの中から犯人が鍵を取り出し使用して朝までに手提げに戻した可能性を否定できない。赤で言えるか。復唱要求。言えるもんなら言ってみやがれ。なんだぞ。まだだ。チェックを外す。鍵の入った封筒は風浪で封印されていたはず。ローザは未開封の封筒から。そうかい。なら言ってみやがれ。復唱要求。昨日の昼の時点で渡した封筒とローザおばさんが開封した封筒は同一のものである。それは復唱できる。わらわがマリアに渡した封筒とローザが開封した封筒は同一のものであるぞ。ああダメだぜ。全然ダメだ。そんなのもうどうでもいいことだろうが、俺は期待したぜ。ここで降参したなら少しは読めてるやつだと思った。だからがっかりだ。あんた、俺の期待を裏切ったぜ。封筒が同じものなんて大したことじゃない。風浪なんて何度でも打てるんだしな。中身の鍵だろ、大事なのは。これで今度こそしないだぜ。黄金の魔女、本当のチェックメイトだ。もう一度求めるぜ。復讐要求だ。魔法の力で鍵を開けたんだと、そう言いてえのか。マリアが受け取った封筒の中の礼拝堂の鍵は、ローザおばさんが開封するまで一度も使用されていない。このわらわが人間不正に何とでも繰り返すぜ、ベアトリーチャ。復讐要求。マリアが受け取った封筒の中の礼拝堂の鍵は、ローザおばさんが開封するまで一度も使用されていない。吠えるならば口にしろ。リザインだったな。これで決まりだぜ。これが真相だ。マリアの鍵は、ローザおばさんが今朝手に入れるまでの間に一度何者かの手に渡ったんだ。そして鍵を使用して風浪をし、あたかも未使用であるかのように見せかけてマリアを手提げに戻したんだ。風浪が解かれていないから鍵が未使用であるという思い込みが盲点、安っぽいトリックだったんだ。チェックメイト。魔法なんかじゃない、人間に可能なトリックに過ぎない。ならばその鍵を奪ったのは誰だというのか、答えてみせろ。お前が今度は復讐してみせろ。そうだな、お前にばかり復讐させた。たまには俺が答えなきゃならないだろうぜ。だが拒否する。俺の勝利条件は魔女の存在を否定することだぞ。貴様の魔法による不可能犯罪を人間の手でも可能であることを証明するところまで、俺はお前の密室を人間にも可能だと打ち破った。だから誰が犯人だと具体的に追及はしない。なぜなら俺は人間を信じてるからだ。俺たちの中にマリアから鍵を奪い、それを使ってあんなひでえことをしてのける人間がいるなんて断じて認めないからだ。降参だ、リザイン。この盤面についてだけは一度降参しよう。だがやはりお前は甘いな、バトラー。捨て台詞は敗者の特権だぜ。好きに楽しむよ。わらわの存在を否定し続ける以上、そなたはやがて追い詰められることになるぞ。何しろわらわを否定する以上、そなたの愛してやまない親族たちを疑うことにならざるを得ないのだからな。そなたは愛しいものを疑わざるを得ない最後の瞬間、わらわの存在を必ず認めるだろう。確かにこの盤面だけはそなたに取られた。しかしその差し筋の甘さは必ず身を滅ぼすぞ。お前はやはりわらわには勝てぬのだ、後宮バトラー。